画は桜祭り期間限定で一般公開されています。龍雲閣は明治41年に貴賓者として建築に着手し、翌42年に竣工されました。木造一部2階建て2層の御殿造りで、延べ面積は513平方メートル。建築に要した費用は4939円17銭と、当時の静内村の年間予算に匹敵するほどの多額の費用が投じられました。現在の独立行政法人家畜改良センター新宅牧場は、当時創業後36年、御料牧場となってからでも20年を経過しており、宮中御料馬の生産並びに北海道産馬改良の本部のほか、陸軍の要望に応えて軍馬の輸出をしていたことから、皇族をはじめとし皇位皇冠の賜をお迎えする機会は多く、これら貴賓の臨場に際してこの種の宿舎の要望が、建築に要した費用は4939円17銭と、
あとで。